お待たせしました。むちゃっちゃんです。さあ、はい、カズオにやってきてもらいました。どうも、カズオです。はい、まあ、第2回全島共通テスト模試ですね。はい、そうですね。はい、そちらの結果が出たということで、はい、はい、まあ、皆さんの結果がね、出てきているんですけど、まあ、ミネはどうなったんだろう、返事ないわ、全然。横山は、遅刻。ということですね。わかりません。横山の方の動画の方が先に出てるかもしれませんが、はい、見ていきたいと思います。はい。はい、自己採とね、どれだけ。はい。ずれているかは分かりませんが、そうですね、はい、それ通りにいけたのか、ずれないのがベストなんで、はい、覚えてる。でも自己採と、あ、まあ、それ出るのか、自己採のやつとかも。あ、いや、でも入力してなかったと思います、ね、してないんだ。そう、この場で設定しただけだったんで、ね、はいはい、じゃあまあまあまあ見ていきましょう。だいたい8割だった記憶しかないんですけど、はい、ではではいきましょう、はい、あ、出た。さあ、はい、ではいきましょう。あれ違うな。え、違う、知らない点数が出てきたら。知らない点数。はい、あ、横山来た、はい、まず英語リーディングからですね、はい、英語リーディングが80点ですね。これ確か、はい、点数だった、確かそんな点数だったと思いますね、はいはい、で偏差値 66.9 で学力レベル S ですね。おお、天ちゃんと大違いの。いやまあでも正直もう、はい、これ本番じゃダメだなっていう感じですね。なるほど、はい、リスニングの方が90ですね、はい、おお。これが多分自己採と違いますね。90の文字は覚えてないもっと下だったってこと。80何点だと思います、ね、なるほど、英語リスニングもリーディングも、はい、でそれで90点ということで偏差値 73.2 ということで、こちらも学力レベルは S でございました。はい、でなんで合計すると170点で 71.2 偏差値ということで、まあ SS ですから当然 Sということになりますね、はい、いやもう天ちゃんとの振れ幅がすごいわ。はい、で数学いきましょう。数学 1A、 まあ旧数学 1A ですね、が80点で、はい、偏差値 60.5、 学力レベル A ですね。はあ、でもやっぱそっか、上はいるもんね、数学はね、やっぱりね、強手なんで訓練しちゃえば20よりできちゃう人もいるんで、うん、ちょっと低いねって感じですね。なるほどね、はい、60.5 ですからね、偏差値やっぱいるんだね、できる人はいるっていうのが分かります。偏差値見るとやっぱ上も下もやっぱ数学はいるっていうね感じですね。まあ藤川さん F でしたけどね、はい。数学2、旧数学 2B が86点で偏差値 64.0、 こちらも A ということですね。で数学2つ合わせると167点で 69.7 偏差値が、で S になるんだ、2つ合わせると。そうですね、平均だとちょっと下がっちゃうんですかね。うん、両方ともできる人はなかなかいないってこと、ということでございました。まあ、これは自己採と、あ、これは一緒だと思います、はい、変わらず8割台でということでした。で次が国語ですね、はい、国語が128点ということで、あ、それで偏差値 61.3 で A になるんだ。本当ですよね、6割4分でなるんだね。そうですね、これあれ細かいやつ一緒だったと思いますね。で、はい、一応原文古文漢文を、ああはい、どうやって見るんだろう、なんかいける、それぞれのあの古文のとこ行けば見れる。あ、はい、現代文が、最初の評論ですねが39点で、次の文学が7点。これは、はい、そうですね、なんか前回も言ってた気がします、はい、最後解いてボロボロだったっていう。あ、そうか、時間なかったんだ、はい、藤川さんとほぼ同じ、うん。で現代文図表が10点、あー半分ですね。で古文が満点、これがすごいよねやっぱり、たまたまだそうです。で漢文が27ということでした、はい、ということで、まあすごい学力レベル A になるんだろうこれね。そうですね、A だけに、はい、まあ、今自分で言ってええって言ってうわーって思ってうわーってなった。で感じで、で A 国数のやつですね、総合、あ、はい、A 数国総合が、あ、そっか、全部同じ私立文系型文系型全部 63.5 偏差値で A 判定ということになりました。はい、じゃあ志望校判定ですね、はい、何書いたかな。ではまず、早稲田大学法学部第一志望ですね、一般こちらが、D 判定ですね、はい、いいか、これでも D なんだよね、すげえな。だって 65.8 の偏差値でボーダー 67.5、 第一志望の中で1476人中336位、第一志望の中の平均 59.9 なんだもんね、もう60ぐらいが平均ってことですからね。総志望者2896人中725位で偏差値60って、総志望者のやつが60超えんだね、すげえな。やっぱりまあ法学部だからね、国立のすごいレベルの滑り止め軍団も書いてる可能性が高いからね、
なるほど、戦いがすごいですね。厳しいですね。はい、続いて、はい、早稲田大学社会科学部が C 判定です。おー、なるほど。まあ C ってすごいことですからね。 C でだって合格確率 50% だからね。第一志望者の中で506人中58位ということですね。でこれは偏差値じゃなくて平均の換算値かな、 88.2 って書いてるんで。あ、なるほど、はい、換算の数値だと思います。そうですね、だボーダーが102点でちょうど点数102点なんで。あ、なるほど、はい、それとボーダー、そのボーダーのところに立つのが C 判定なんで、なんで560人中58位で 88.2 点が平均で、総志望者が1221人中170位で 90.1 が平均と。やっぱ高いね、うん、ボーダーの点数でもやっぱりレベルが高い。いやでも C 判定取っただけでももう素晴らしいです、ね、はい、次は早稲田大学商学部数学利用の方ですね。はい、で偏差値が 66.0 でボーダーが 65.0 で超えているんですね。はい、C 判定です。第一望者数が759人中76位。おお、すごい。平均偏差値は 57.4、はい、で総志望者数1758人中196位で平均偏差値は 58.1 と。もうここだったらもう小学部は数学こけなきゃいけるんじゃないのって。いや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 、去年なこけなかったけどって感じだったんで。そうね、まあ、ただ協定の問題とは全然違うんでね。そうなんですよね、全く別物なんでね。正直英語であっても別物なんだよね。そうなんですよね。さあ次が第4志望、はい、早稲田大学人間科学部が E 判定ですよ。なぜ足りなかったってこと？あれなんでだろう。でもなんで、え、48点、ボーダーが52点、え、でも65人中30位で平均偏差値 45.5、 え、総志望者213人中82位で偏差値 44.5、 じゃあ点数だこれ、はい、だから48点でボーダーが52点で、第一志望者65人中30位で平均が 45.5 点で、213人中82位が総志望者数で 44.5 点が平均。なぜよくわかんないですね、これ。E にいるんですけどE なの、人科だとわかんないわ。数学志望の人今まで人科で出てきてないもんね。出てきた、数が多くてないもんね。なんか人科、うん、いっぱい学部のなんか選ぶなんかってどれだろうと思いながら選んだんで、もしかしたらめっちゃ数学ができる人しか行かないところなのかも。環境底辺数 A、 え、これ足りないとかじゃないの、もしかしたらこの方は。本当ですか、この方で いいの、この三教科型、もしかしたら他の科目必要とかじゃないの、分からんけど。はい、まあ分かる方いたらぜひ教えてください。分かんないもんだね。はい、はい、そして最後が慶応義塾大学経済学部でございます。経済学部 A 方式ですね、数学利用型は B 判定ということで。おやっぱり慶応経済はね高く出ますね。はい、で偏差値が 68.1 でボーダーが 65.0 ですからね。はい、で第一志望者の中では1079人中141、これでもやっぱ100人台になるんだ。で平均偏差値 59.2 で総志望者数2456人中332で平均偏差値 59.6。 うーん、なるほどね。そう、でも B 出たからね、すごい。いやよりによって慶応なんですよ ね、 そうね、どちらかといえば早稲田行きたいんですけど、まあちょっともうちょっと精度を上げていかないとなって感じですかね。強手数学はもう本当に高得点勝負って感じですかね、うん、はい、まあいろいろな分布だったりデータを見て、はい、まあそうですね、もう協定は取れちゃう人はドーンと取るからね、まあ、そういう、はい、まあ二次試験というか、まあ次第の問題自体は協定とは違いますので、はい、なので、まあ、本番はこれだからといって本番できないとなるので、はい、まだ分かりませんが、はい、ぜひ応援してあげてください、はい、ということでございました。はい、はい、次は記述模試とか、総計レベルかあってた、総計レベル模試をやって総大プレーをやって、はい、って感じですかね。なるほど、はい、こちらで見ていこうと思いますので、はい、ぜひ応援してあげてください。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いやー、そっかそっか。